皆さんこんにちは。本日も FF16 をやっていきましょうか。そして一番くじが今かなり話題となっておりますが、 FF16 の一番くじがようやく開始となりました。で、それからですね、結構時間が経ちまして、もう10日ぐらい経ったのかな。ただ発売直後からこちら違う意味で話題となっていて、今まで見たことないぐらい景品が減っていないっていう報告が結構上がっていたりするんですよ。人気ないのめっちゃ余ってんだけど一番くじで調べると結構ね、こういったツイートが出てくるんですよね。別になんか FF 一番くじ不評とかで調べてるわけじゃなくて、まあ単純にこれ FF 一番くじで調べたんだけどさ、結構こういったツイートがね、散見されております。まあそういった背景もございまして、自分の近所のコンビニもそうだったんだけどさ、なんとすでに割引されてました。で、ひどいやつだとこういった形で約半額になってるみたい。で、これね、まだちょっと画像は確認取れてないんだけどさ、なんか300円のところもあるみたいですね。300円で早すぎでしょ。だってこれまだ10日ぐらいしか経ってないんじゃないの？まあ、ちょっとこの動画いつ出るかわからないけどさ、撮ってる時点では10日ぐらいしか経ってないわ。ただまあこういった形で、ファイナルファンタジー発売記念くじ、あんまり減ってないっていうところと、まあ、すでになんか安売りして売られているっていうことで、なかなか衝撃的ではあるんですが、なんでこんな売れてないんだろうね。まあいろいろ突っ込みどころはあるんですが、皆さん聞きましたか？なんかそれが全てな感じがするよね。多分ね、俺の予想だけど、コメント欄で引いたよっていう人ってあんまりいないと思うんですよ。多分そんなにつかないんじゃないかな、引いたよコメント。まあもしね、引いた方がいたらぜひ一言だけでいいので、引いたってコメントを書いていただけると幸いですね。なんかそれが一つ指標になれそうな感じがするよな。まあそんなところで FF16 が、ようやく発売したわけですが、まあそれに伴って発売記念の一番くじが今発売されております。で、結構ですね、まだ様々なところで弾ける状況ではあるので、もし気になる方はですね、こちら弾いてみてはどうでしょうか。一番くじ、せっかくやってきたが、ただ一方で結構余っている状況だからね。で、この一番くじなんだけど、あれですよね。なんかそこそこ値段がするんだよな。なんか昔600円ぐらいじゃなかったっけ？なんか年々値上げっていうか、ちょっと値上げされててこれ700円ぐらいなんですよね。はい。まあそんな感じでございます。ちなみに、景品がね、なんかしょぼいっていう意見とかも結構出ていたりするんですが、俺そんな感じはしないけどね。まあ確かに A 賞に関しては若干なんかチャッチー感じがするけど、ただここら辺とか割と妥当な感じがするけどね。なんか他の一番くじとそんなに差はないんじゃない？まあ豪華かって言われるとわからないけどね。で、ごめん、一回当たりこれ750円か。なんか一番くじってさ、種類によって値段が若干違うんだけどさ、なんか一昔前だと本当に600円みたいな。なんかそういったイメージがとても強かったんだけど、なんか気づいたら結構値上がりしましたよね。はい。まあそんなところでございます。ただ俺スプラ3の一番くじもさ、引いたんだけど、まあそんなになんか、まあ商品のクオリティって変わらない気がするけどね。はい。まあそんなところで、こちらが話題には上がってる一方で、なんか盛り上がりに欠けているっていう報告なども相次いでおります。まあそんなところで FF16 も、まあだんだん落ち着いてきた方が多いのかなと思ってますね。皆さんどうですか？落ち着いてきましたか？いやーけど、やることはもうやった方が結構多いんじゃないかな。またはそのダウンロードコンテンツに向けて、まあどうするのかっていうところとか、まあ無料アップデートなのかわからないけどね。無料アップデートなのか、あとはまあダウンロードコンテンツなのかっていうところですが、ただやること自体はほとんどやってる方が多いから、まあ一旦一段落ついたから、まあ他のゲームに移行しようかなと、他のゲームをやろうかなと思ってる方も比較的多いんじゃないでしょうか。どうでしょうか。ただ FF16 さ、終わったらみんな次何のゲームやるんだろうね。まあピクミン4がね、直近で出る予定ではあるし、あとはまあマリーのアトリエとかが出る予定ではあるんだけどさ、ただやっぱり層がね、全然被ってないと思うから、まあ、どれぐらいの方が、もうそっちに流れるというか移行することなんだろうね。どうなんだろう。まあ逆に FF16、皆さん、
こちら一段落ついたら何のゲームやりますか？ぜひそこも含めてコメント欄で教えてください。なんか普段何のゲームやってるか、わからないよね、FF16 やってるそうって。まあもちろんいろいろなゲームやってると思うけどさ、なんかどういったジャンルから来てる方が多いんだろう。まあ多分どちらかというと一時的にその FF16 をやってるだけであって、まあ普段からその FF シリーズをずっと遊び続けてるって方ってそんなにいないと思ってて、まあそもそも発売するスパンがね、そんなに短くないからさ。だからあれか、どちらかというとモンスターハンターとか、なんかそちら辺が多いのかな？どうなんでしょう？なんか普段固定で遊ぶゲームみたいな。ちょっとそこは気になるよね。ああ、けどさすがになんかマリオ系とか、まあ、例えばマリオカートとかスプラトゥーンとかからはやってきてないと思うけど、やっぱりなんかモンスターハンターとか、あとはまあ、その、RPG 専門の方とかがやっぱ多いのかな。どうなんでしょうか。若干そこが気になりました。はい。まあ、そんな感じでございます。はい。てか FF の一番くじ、セブンイレブンにあるけど、一本も売れてないって、なんか本当にそんな売れてない、ないの。なんかめちゃくちゃさ、こういうのが散見されてて俺、なんだろう、不安になるんだけど。いや、めちゃくちゃあるね、こういうの。一番くじか。はい、まあそんな感じでございます。あとね、ピクミンの一番くじも今ちょうどやってるみたいですね。ちょっと自分はまだ引けてはないんですが、ちょっと余裕があればね、引こうと思ってます。はい、まあそんな感じかな。ただ、いつもあれじゃない？なんか FF、あ、間違えた。ちょっとこれじゃねえわ。違う動画のやつ出しちゃったわ。FF のやつ、ファイナルファンタジー、発売記念くじというところで、なんかこれその、たまたまこういった形で値下がりしてるけど、なんか待ってたらね、割と値下がりしてくれることが結構あるので、なんか個人的な見解としてはもし欲しいんであれば、まあ FF 系は結構余ってるっていう形で Twitter で報告が上がっておりますので、まあ多分あと2週間ぐらい経てばね、まあ1週間かな、1週間経てばね、多分どこも同じような傾向になっていくんじゃないかなと思ってるから、まあそのタイミングで買うっていうのもありかもしんないね、一番くじは。まあ値下げした瞬間に結構売れていくからさ、まあ個人的にはこの400円ぐらいだったら買いじゃないかなと思っております。まあ大体買いだよね。400円ぐらいだったら。まあ多分300円割ることは感覚的にないんじゃないかなと思ってるけど、まあ基本的にその一番くじってさ、結構そのコンビニにとってモルハの剣っていうところがあって、なんだろう、これがね、まず減らないとコーナーが開かないから、新しい一番くじを仕入れて売ることができないみたいなところもあるので、で、この一番くじっていうのは集客にも役立ってるわけだからさ、コンビニ側としてはできるだけ早く超過していきたいわけよ。っていう大人の事情とかもあるので、まあ、一番くじ、6月の確か後半だっけ？ 30 日ぐらいに確か出たと思いますので、まあ勝負になってくるのは7月の20日前後ぐらいかな。まあそこまで余ってたら結構安売りされてる可能性が高いから、もし購入するんであれば、まあそこがね、結構狙い目かなと思ってます。まあそんな感じでしょうか。まあ自分もですね、ちょっとまだ現状追加で買おうかどうか迷ってんだけどさ、まあ一番くじがもし値下がりしてたら、ちょっとごっそりとね、買おうかなと思ってます。っていうかラストワンショーってあるんだっけ？まあ、多分あるよね。ちょっとそれを狙っていこうかな。はい。ちなみにスプラの一番くじはね、ラストワン賞をゲットしました。小邪気をゲットしました。やっぱラストワン賞欲しいよね。だからまあできればちょっと値下がりしたタイミングで買おうかな。はい。まあそういった形で今回は一番くじについて取り上げました。以上でございます。最後になりますがチャンネル登録と高評価忘れずにお願いしますね。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。じゃのー。あと、Amazon プライムデーがね、この動画撮ってる時点ではやってるんで、もしまだ Amazon プライムデーやってたら、そのタイミングで、ゲーム機器とか、ゲームとか買った方がいいですよ。お疲れ様でした。